今回ですね、昔からの、はい、あの戦友というかね、同世代で一緒に戦った石川直弘さん、よろしくお願いします、はい、の、まあ、密着ということで、まあ、直は FC 東京のアンバサダー、俺はそのクラブコミュニケーターという形で名前を付けてもらって、うん、まあビジネススタッフガースで、うんうんうん、はい、だからそのアンバサダー的な選手って、まあ、何ぞやっていう、そうですね、何をしてんのかなっていうのを、あの分かってるようで分かってない、うんうん、方多いと思うので、まあ、どういうお仕事をしてるかっていうところを、はい、まあ、今日密着させていただくということで、今日は、3月の14日、FC 東京、はい、今日は対大分トリニータだっけ、そうだね、で、アウェー、アウェーの試合、はい、あのまあ、その試合当日にどういう、業務というかお仕事をしてるかっていうところをちょっと密着させてもらうということで、そうですね、はい、まあホームの時と全然ねまた違いますし、うん、おととしだからコロナの前かまではもうずっと行ってたんですよ、うんうん、アウェーの試合ホームの試合、うんうん、しかも J3 があったんで、あー、J3 のホームアウェーも行ってました。だから年間で言うと50試合はスタジアムには行ってたかな、うん、あー、今は、ホームゲームは、試合のサポートで、今日みたいなアウェーの試合は、うん、パワータパークオンラインという YouTube ライブを5時間半やっております、うん、はい、ホームの時は、まあ、そのお手伝いっていうのはどういうことするの？まずは、椅子付近から、うん、はい、スタジアムの椅子をスタッフと一緒になって椅子を拭きます、うん、3、40分、はいはい、で、全体で運営の確認をマニュアルをして、うん、僕はそこからあの来てくださるファンサポーターの、うん、方々のおもてなしをあのコンコース、うん、ゲートで行って、うん、でその後はクラブスポンサーさんの来賓の受付のところでご挨拶させてもらったりとか、まあ、それ以外でもちょっとね SNS とかで見てんだけどさ、うん、あの公演とかやったりと か、小学校周りとかも回ったりしてるよね。そうだね、ありがたいことにね、うん、あのアテネオリンピックこの一緒に出たから、はいはいはい、一応オリンピアンということで、あ、オリンピアン、そう、うん、オリンピアンの枠でオリパラの授業で講演させてもらったり、うん、まあ、それは個人と、うん、あとはそのクラブ、うちの普及部、うん、コーチ陣があの小学校をね、ずっと昔からそのキャラバン隊って言って回ってて、うん、そこでサッカーやる楽しさとか、仲間と協力してやる喜びとか、うん、っていうのをサッカー通じてこうコーチ陣が伝えてるんだけど、うん、そこに一緒に行って、まあ、講演させてもらった後にそういうサッカーをするとか、うん、ですね、うん、何、正社員じゃないわけじゃない？そう、契約社員、契約なんだ、うん、細かく言うと、まあ、月の半分は FC 東京の仕事、うん、で月の半分は、自分の仕事だったり、まあ、うん、マネジメント事務所所属してるんで、うん、そこの仕事とか、うん、っていう感じですね。だから契約自体は1年契約なんで、うんうんうん、選手と一緒ですね、まあね、うん、あの結果出なければなるほどクビになるか、クビというかねもう契約しませんよっていう可能性もね、もちろんある。まあ、でもなんかこう数字に出ないから難しいところがあるよね。やっぱね、数字ができないところに自分としては価値を高めていきたいし、評価も、評価って難しいと思うの、その数値化できないことに対して、うんうんうん、だけどそういうことがあるから数値化につながるっていうことを示していきたいなっていうのが、うん、同世代このアンバサダーって結構多い気がするんだよね。まあ、ケイタもそうだよね、多分ケイタは今またさ、あのアカデミー向けにというか、うんうん、ファンサポーターの方とかに買ってもらった、うん、ね、その売り上げのその一部を裏に還元するっていう取り組みしてるし、うん、他のチームだとね、カズ浩二、カズ、森崎兄弟、そう、森崎兄弟、栗原雄三、雄三、マリノス、マリノスも2人、そうだね、鳩くんもアンバサダーでいて、うん、まあでも同世代がこうやって活躍してくれてるのは刺激になりますよね。みんなでもね、まずクラブ良くしていくみたいな、うん、そこからじゃあなんで良くしていくのかって言ったらね、うん、自分たちの育ててもらった J リーグ良くしていくみたいな、うん、で、J リーグが良くなればね、日本サッカー界の発展にもなるし、レベルアップにもつながるし、うん、だからどちらかって言ったらね、現場レベルっていうよりは僕らはその普及もそうだし、うん、広めていくこと、知ってもらうこと、その中で価値を高めていくこと、うん、まあ、いろんな役割があっていいんじゃないかなと思うけどね、うん、で、これで今どこに向かってんの？今はね、場所的にはいつも配信するのはね、うん、うちのビジネススタッフ中心にいる西調布の事務所なんだけど、でも事務所も調布の味の素スタジアム、うん、まあ、すぐ横がに近くに一駅、うんうん、で事務所があるんで、うん、やっぱそういうスタジアムの近くに事務所を構えるっていうのはいいよね、うんうん、
とリブラのうちのジャージを着た人がいましたけど、今ねアジスタが今さ、ね、すぐそっちに見える。あ、そうなの。あ、そう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 。あ、ほんとだ。うん、アジスタよ。そう、この辺りはもうこの調布になるかな。普段のね、あの服とかでも、うん、FC 東京のこうジャージとか、うん、あとはこうマフラーを身につけてたりとか、うん、なんかね、こういったところにあるね、こう公共のその看板とかもドロンパがいたりとかね。へぇ、ドロンパくん。ドロンパ、おいよ、ドロンパくん。ドロンパくん。そうですね、マスコットの名前全然覚えれないんだ。全然覚えない。ほんとにひどい具合に、ひどい具合に、ね、ドロンパくん。ドロンパ、東京ドロンパ。うん、俺4チームぐらい。マリノスケ。マリノスケね。そうだよね。そうだよ、マリノスケ。レディア君。そう、レッツ。モービー。はい。ビッセル。モービー、ビッセル。あ、それはね、いたもんね。そうそうそう。ビビ君。はい。ビファーレン。ビファーレン、長崎。柏は？柏は、レイソル。違うね。ちょっと答えわかんねえ。答えがわかんない。違ったっけ？わかんない。レイ君じゃない。FC 東京の選手で、まあ、今後に期待したいっていう。おー、ウッチーかな。ウッチー、内田拓也。内田拓也さん。ああ、うん、ウッチーは今選手会長もやってて、へえ、で昨年から結構試合出るようになって、うん、で元々のね特徴はやっぱ攻撃のサイドからの突破なのよ。うん、まあ、うちの前にいるね、あるあのレアンドロとかさ、うん、あのアダとかさ、うん、ディエゴとかさ、うん、その外国人で点を取ることももちろんそうなんだけど、うん、そこにウッチーとかがその点をその5点ぐらい絡んでいくようなところが出てくると一皮むけるかなっていうね。うん、おう、一応ね、俺の席はここにあったんだけど、うん、あまりに来ないから。ああ、なおが？そう。なくなっちゃったね。よろしくお願いします。15時から今日キックオフなので、はい、13時から配信が始まります。はい、皆さんこんにちは。新東京クラブコミュニケーターの石川直弘です。クラブナビゲーターの羽生直武です。そしてですね、本日真ん中に座ってもらいましたけど、ゲストを来ていただきました那須大輔さんです。どうした？大将、大将ね。前半半、ようこそ。ありがとうございます。これはね、あの試合中は音声のみになるんだけど、ダゾーンでの試合を解説と実況の方の聞きながら見ながら、僕らがまた上乗せしてこう喋っていくっていう企画でもあるんで。で、あの実はですね、この今ゲストとしても那須に出てもらってるんですけど、実はその那須の YouTube のチャンネルのところで、僕自身のその密着を、してもらっていて、うん、まあ、FC 東京での仕事の一つとして、このアガパークオンライン配信ということで、うん、今日はスタッフの、ね、方にも5時間半お付き合いをいただくで、今、ちょうどこのカメラの後ろにも、ラス専用の YouTube のカメラもね、入ってますんでね、またこれは4月中旬、4月中旬、はいはい、配信ができればという、そんなコラボ企画になりますね。お願いします。はい、早速お願いします。お疲れでした。お疲れ様です。いや、終わる。とりあえず2時間いい借りて。いや、もうそんな経ったんだ。はい、2時間のトークライブ。あー、めっちゃ良かった。はい、もうすごい楽しそうに。楽しかった。楽しいわ。これがこれから試合ということで。じゃあ5時間半か。はい、すぐっすね。長いでしょ。そうですね。僕は途中ちょっとあのゆっくり休んでたんです。ゆっくりしてよ。すごい、やっぱ僕らもこれ見るとやっぱりスイッチが入るっていうか、俺もこういうの作ってもらいたかったな、選手の時ってね。はい、はい、始まりましたと。スタートしました。これが俺の役目で終わりだから。
大分の立ち位置を一回見たいなっていうのはありますね。いや収まるなぁ、こちら。試合終了です。いやはい、ということで、大分トリニータとの、ゲームは先制点取りながらも失点で1対1、8点1と、また後ほど30分後ですね、あのアフターザマッチがありますんで、詳しい話はそこで聞いていきたいなというふうに思いますので、はい、ひとまずちょっと昇級しますでしょうか。はい、はい、お疲れでした。那須さんの予想外れちゃいました。まあ当たりませんよ。でも展開、神谷さんの展開、あのロースコアの展開だと思ってたから、はあはあ、うん、まあ予想通りっちゃ予想通りの展開はね、うん、あの中で、まあ、点どう取るかって両チームともっていうとこだったの。やっぱクラブアンバサダーっていうお仕事だったら、うん、その、まあ、特定のクラブのアンバサダーとしてやっぱ、うんうん、なんていうんですかね、中立な立場というよりもやっぱり、うん、そうだね、応援するクラブがいると応援しながらも、はい、こうまあいいとこ悪いとこっていうところを視聴者にこうね、はい、お伝えしながらよりこう応援する形っていうのを視聴者にっていうかファンサポーターに分かってもらう、はい、で一緒に戦うっていうものも示しながらっていうところで、那須さんにはできなさそうだ。できません。はい、始まりました、帰ってきました、若葉オンラインアンサーザマッチ、プレゼンティッドバイメチャコミックということで、全体を通してまず今日ゲストで来ていただいた那須さん、どうでしょう。あの予想通りの展開です。お展開的には展開的にはロースコアだと思っていました。はい、まあ 1-1 っていうのは、まあ、今日の試合展開から見たら妥当かなっていうふうには思ってます、うん、なるほど、ありがとうございます。まあちょっと5時間半やってきましたけど、振り返ってどうでした。思ったより早かった。お、早かった。いやいや、思った以上に早かった。もうあっという間に、うんうん、僕らも那須のチャンネルをね、ぜひみんなで楽しんで見ていきたらなというふうに思います。はい、ということで、次はですね、アコパコンライブは4月3日ということで、またその時にお会いしましょう。今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな感じで今日はちょっと勝てなかったですけど、まあでもこういう風に共有できる悔しさも喜びも、それがまた一つの、楽しみ方っていうのがあるかな、うん、はい、ということで今日は FC 東京のアンバサダーとしての一日に密着させていただいたんですけど、はい、まあじゃあ今後の、まあ、個人としての目標と、はい、まあ、アンバサダーとしてのやりがいというか、うんうん、どういう意味を持ってやってるかっていうのをちょっと伝えていただきたいと思います、はい、そうですね、うん、今日の、配信で言えば、うん、なかなかこうスタジアムに来られないファンサポーターの皆さんとの思いをこうつないでいったりとか、うん、またこれが日常にこう、ね、コロナで落ち着いて戻った時に、うん、よりその関係性がいい状態の中で会いたいなと思うし、うん、まあ、あとは本当に自分ができることっていうものを、まあ、全力でやっていくことに関しては選手の時と変わらないので、うん、まあ、それが自分が今まではサッカーをプレーしていた側から、うん、サッカーをこう支える、 FC 東京を支えるとか、うん、応援していただく皆さんとのその関係性を築くことに、うん、自分はあの価値を持ってるし、またその価値を新たな形で生み出して、うん、クラブの発展、うん、J リーグの発展にもサッカーの発展につなげたいっていう思いがあるので、うん、多分行き着く先は那須とも一緒だと思うんですよ、うんうん、いろんな手段がある中で、そこがこう積み重なって、うん、目的っていうのは僕らは多分一緒だと思うので、はい、自分らしくやっていきたいなと思います。うん、了解しました。はい、貴重な一日ありがとうございました。お邪魔そう、ありがとうございます。引き続きお願いします。お邪魔そう、お願いします。